ホームチャンネル。はい、こちら紫村の、いや、仲間家の部屋の中をご案内します。まず鍵はこんな感じです。で、これをやってこう開けて、ではどうぞ。で、この鍵をここに入れます。で、靴はここで脱ぎます。で、まずトイレからですね。で、綺麗なトイレになってまして、床も綺麗でこんな感じで、ウォシュレットもちゃんとついてます。はい、ちゃんと換気扇もこれ入ってますからね、トイレ用も。で、鏡があって、こちらはいつものこのハンガーで、このファブリーズもついて、非常用の、あのマグライトみたいなライトも入ってます。で、バスルーム、洗面所なんですけども、こんな感じで、まずこのよくある男性用の髪の毛整える、ムースじゃなくてスプレーとハンドソープで、洗面所2箇所あります、この流しが。でですね、これ風呂場の桶と椅子がここにあるので、使う人は、シャワーじゃない人は風呂にこれ持ってってください。で、風呂場はこんな感じです。モダンな感じのこの茶色の壁とかで、シャンプーとかコンディショナーとかは、あの資生堂の、あのコンディショナー、ボディーソープ、シャンプーのその3本です。で、ここがドライヤーがあって、あの使ったタオルはこちらに入れます。で、電気ポット、まあ氷が必要な方は氷、これどっかで持ってきて入れると。で、サンピンチャーが、まあ、ここあります。で、冷蔵庫はこちらですね、通常の、まあ、ワンドアの冷蔵庫で、ここ開けると、あの浴衣が、まあ、沖縄らしいこの浴衣になってます。で、テレビがこう日立のルーが入ってまして、で、内線かかる電話があり、で、こちらがベッドですね、シンベッド、完成照明があって、枕元で操作できると。で、こちらエアコンです。パナソニックのエアコンが入ってます。で、コンセントが結構多いんですよ、あの枕元にコンセントがあり、こちらにも、まあ、パソコンとか、なんかヒゲ剃りとか、まあ、2箇所これありますんで。で、和室のここの6畳ぐらいですかね、ここの畳部屋があります。で、ここもコンセントが2つありますね。で、ここで、まあ、仕切ることもできます。ここは和室、この畳部屋で寝たい方はここで布団を出す感じですね。もしかしたら4人とか、これ2人部屋じゃなく4人とかでもこれ対応しちゃう可能性がありますね、この部屋で。で、テーブル型、あちらにもコンセントがあります、2箇所あります。で、眺めはこんな感じです。遠くはあの、あれはどの辺でしょうか、
対岸まで見えます。で、朝の散歩の人とかもこの辺田舎を散歩したりしてます。はい、こんな感じでですね、朝食もこれ7時から9時ってこれなってますが、夕飯は7時から10時でしたかね。あの風呂も10時までなので、あの風呂大浴場入りたい方は結構焦って夕飯は食べてください。はい、以上が紫村の部屋の紹介でした。